サッカーの推薦でさ、東京の学校行くことになったんだ。きっと全然会えなくなると思うから、別れよう。ゴーは？ゴーはどうしたいの？別れたくないけど、エリに辛い思いさせたくない。もしもし。その優しさが辛かった。好きになるってどんなこと？新しい自分に会うこと。好きと口にできなかったことを、あなたの幸せの中、私がいなかったこと、それを受け入れてしまえたこと。一人泣いてたバスタブの中、顔が痛くて、あなたに会いたくて、愛してる思う何度私口にしたのだろう。なのにどうして今そばに誰もいないの。愛してるってもう何度私耳にしたのだろう。寂しさだけがこの胸に残ってるのです。好きになるってどんなこと？あなたが一人泣いてたら、そばにいないといけないと思うこと。一人泣いたベッドの中、声も顔も心も愛せない。違う場所に生まれてたなら、違う私だったのかな。生まれ変われるのなら一人じゃなくなるかな。会いに行くってもう何の私口にしたのだろう。なのにどうして今そばに誰もいないの。会いに来たってもう何の私耳にしたのだろう。後悔だけがこの胸に残ってるのです。もしもあの日あの瞬間にわがままを口にできたら、思い切り泣いてその胸にまた会える、また会える、また会えるを言えたなら、どんなに追いかけても追いつかない。メリーゴーラン、愛するってほらこんなに「それすらも愛して生きていく」「そう思えるほどあなたのことを心から思ってる」いつか来る寂しさになんか負けたくない。てか絶対負けない。